ポルシェ910は FIA 規定のグループ6用に開発され、1967年にデビューしたプロトタイプレーシングカーである、別称カレラ10。1966年シーズンを戦った906の発展モデルであり、フェルギナント・ピエヒ率いるデザインチームが改良を行った。車両カテゴリーは、グループ4スポーツカーからグループ6スポーツプロトタイプに変わり、 ワークス用として28台が製作された。品質管理上レースごとに新車を使う方針だったため、使用後はオーバーホールされ各国のプライベーターに放出された。ポルシェのレーシングスポーツは904-906-910-907-908-909という順に開発されたが、910のイレギュラーなタイプナンバーについて明確な説明はない。昼クライム用。 マシン、オロンビラールスパイダーの車種番号906から010から来たのではないかという説もある。エンジンは906と同じく 1991cc6 気筒と 2195cc8 気筒の2タイプがある。共に、ボッシュ製の機械式燃料噴射装置を採用している。交換スペースフレームは軽量型ネジで合成の向上を図った。 ホイールが15インから13インに小型化し、センターロック方式のマグネシウム製ホイールを採用した。シーズン中、ブレーキをベンチレーテッドディスクに変更した。外観は906のフォルムを踏襲しているが、以下の変更点がある。1966年のヒルクライムレースより先行投入され、1967年のスポーツカー世界選手権開幕戦。 デートな24時間レースで本格デビュー。第5戦、タルガ・フローリオより8気筒エンジンの910、8を投入し、ドルフ・シュト・メレン、ポール・ホーキンス組が総合優勝。6気筒の910、6が2、3位を締め表彰台を独占した。第6戦、ニュルブルクリンク 1000km でも910、6が1から3位を独占。ウドシュツ、ジョーブ・ゼッタ組のドライブにより、 ドイツ車として地元初勝利を達成した。マニュファクチャラーズ選手権においてポルシェは第7戦終了までに32点を獲得。4リットルマシンを使うフェラーリを1点リードしていた。タイトル決定戦となる BOAC500 マイルレースではブルース・マクラーレニア、グラハム・ヒルもスケットとして918をドライブした。レースではジョーシュ・フェール、 ブルース・マクラーレン組の9 1 8が、クリス・エーモン、ジャッキー・スチュワート組のフェラーリ 330-P4 と2位を争ったが、ブレーキパッド交換のタイムロスで3位に終わり、ポイントを逆転され選手権初制覇はならなかった。1968年の68日本 GP に、滝レーシングが購入した9 1 6が出場し、行沢のドライブで、総合2位に入賞した。 翌年の69日本 GP では、風戸博士が GP2 クラス最高の8位。風戸は翌年にかけて国内レースで連勝し、全日本2クラスチャンピオンとなった。その後オーナーが変わりながら、1977年まで国内レースに出場した。車種番号910から012の個体は、レストアされ2008年10月25.26日に、 ツインリンクも手にで開催されたヒストリックオートモービルフェスティバル2008に登場し、イ沢が40年ぶりにステアリングを握った。ありがとうございます。